はいどうもチェリーです。今回はね、ちょっと待ってね。これ見た今この段ボールの量、これをね今回買いました。ガラスケースですわ。ついに北欧の家の最大級のサイズのガラスケース買ってみました。でどこのやつなんかっていうと、ジャジャンのコレクションケースっていうんかな、うん、まあガラスケースですよね。ばっくり買わせていただきました。まあ一応ね、今回買ったガラスケースの、画像のしておきます。国王が買ったやつは180センチで、幅が83センチ、奥行きが29センチのやつ買いました。もうワンタイプあって、奥行き39センチのやつもあったんかな。けどあのガラスケースが確か奥行き30センチが29センチが、まあなんせそこら辺やったんですよ。それに39センチ買ってもうたら、もう前にボコって出るやんか。それはあかんなということで、29センチの方買いました。大切なコレクションを飾る、並べる、コレクター目線の充実設計。もうデトルフとか富士貿易とかのあの縦長とはまたレベルが違う。倍ぐらいの横幅ありますからね。ほんで、そう、さっき言ってた29センチと39センチの2タイプコレクションに合わせて選べる。まあ奥行き欲しいなっていう人は奥行き長いやつを買ったらいいし、まあ国王みたいにもともとあるガラスケースと奥行きのサイズを合わせたいんやったら同じサイズぐらいの買ってもいいですし、はい、厚さ 5mm の強化ガラス扉棚、まあ厚さがしっかりあるから大丈夫ですよと。美しいガラスでコレクションが引き立つと。で開閉スムーズ、ロック付きガラス扉、大切なコレクションを守る、がっちりロックしていきますよ。うん、家出るときは鍵絶対に閉めていきます。家の鍵閉めるんと一緒ですから。ほんで高さ調節可能なガラスだな。この高さ調節がね、国王重要って言ってたんですけど、これ尋常じゃないぐらい高さ調節ありますよ。 1.6 センチピッチで高さ調節可能。まあ作っていた時にね、また見せますけど、これは相当やばい。うん、コレクターとしてはめちゃめちゃ助かる。で壁面にピタッと設置、うわー倒れにくいように下のなんていうんかな、出っ張りがあるっていうね、ものすごいいい感じの作りになってます。まあそんな感じでしょう。うん、じゃあ早速ね、こちらのケース作っていくんですけど、なんせ剥いていくんがものすごい大変なんで、そういう剥く工程なんか多分いらんと思うから、がっつりね国王が今から本気でね剥いていきたいと思います。剥いていくっておかしいな。チェリーです。うわ、危ない、でかっ。はい、一応ね全部出したんですけど、もう部屋が狭すぎて何が何か分からへん。とりあえずその箱から出したやつだけしっかり分けてます。これ1個目、これ1個目、これ2個目、これ言うて分けてるから。ほんで多分これが重要な宝箱、うん、玉手箱ですね。これに多分説明書が入ってるはず。入ってなかったらちょっと困るよ。さすがに何本なんでも説明書なしでは作られへん。うわ入ってる、ごっつパーツが、なんか思ったよりね、木とかのパーツは少ないなと思ったんですけど、このネジの量が半端じゃない。うわーこれきついな、見るだけでなんか嫌になってきた。ほんならちょっとこの説明書らしきもの、これかな、こんな感じになりますよって書いてくれてますね。
じゃあまあね、ちょっと作ってるところ一応ね、北欧も見てほしいんで、そこはしっかりね見ていただきたいんで、じゃあじわじわね作っていこうかな。まず1個目って書いてるとこからいく。まあなんせちょっとやっていきますわ。4の天板っていう番号が振ってあるんですよ。こういうなんか板の隅っこかな。あれあれ、これ振っとらんやないかい。取れた、あれ、まあこれとか書いてるんですよ、9番とかね。だからこの説明書に載ってる番号の板をしっかり使っていく、そういうテクニックやってください。まあテクニックというよりかは、あの冷静にね判断してやっていくんですけど、4番ってどれやの。あれ LED テープを先に取り付けてください。はえ、あの番号だけマジで気をつけとってください。今ごっついね見ながらやってるんですけど、上下反対とかなってもうたら終わりですから。ここの今横に並べてる言うたらガラスケースの側面、うん、側面のところに今からこれをねブシュブシュ刺していくんですけど、番号間違えたらマジで終わり。ちょっとしっかり見ていって、これ5番やから真ん中なんですよ、うん、ほんで上下間違えたらあかん。4番と6番をこの上か下にやらなあかんのよ。これ4番やな、うん、4番が上やからこっちかな。で6番がこれやから下と、必ず間違えんようにね。ん？なんかもう分からんなほんまに分からんくなってきた。なかなかに難しい作業やぞ、相当難しい。ほんであの部屋が狭い人は気をつけてください。国王みたいにえらいことになりますよ。むちゃくちゃやりにくい。多分こうや思うんやけどな、違うかな、こうちゃいます。一応このキットやっとこうか。これこう向きかな。4番俺今刺しました。まず画像と俺逆でやってもうてる、そこがあかんわ。でもねこれ動かされへんからさ、ちょっと待ってよ、勘でいってみるわ。絶対横着したらあかん。画像と同じ向きでやる。逆でいけるかなとか思ったけど、なんかちょっと怖くなってきた。ほんまにこの工程失敗して完成言うて、あれガラスケース飾られへんやってなったらシャレなりませんからね。今回相当長い動画になりますよ。じわじわ喋っていきますから。ちょっとすごい見えづらい映像にはなってきますけど、ガラスケースでかいの作るの大変ですよっていう感じで見てください。これほんまに大丈夫かい。すごい心配なんですけど、とりあえずこうはめ込んでいくと。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、はまったはまった。で一回もうはめ込んでみましょうか。でこれがこう向きと。お、いい調子ちゃう。ここまでいけたらもう結構楽やと思う。うわもう形になってるやん。これ向き重要やで、必ず間違えんといて。こうかな、いったでしょう。あれ、うわっ、あれ、なんか穴のサイズちゃうんやけど。あ、そういうことか、こっちか、一個手前や。うわすげえ、これ一個手前なんや。これ俺が今悩んだやつ、この奥側にねはめ込もうとしてたんですよ。これ一個手前でしたわ。これ気をつけて。まあとりあえずネジで一旦締めていく工程かな。ちょ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 、これ動画的に回転させないと見えへんやん。いける、これ180センチこの部屋で回転は無理やで。多分持ち上げて、うわぁメリメリ言うてる、危ない危ない危ない。ちょ勘弁して勘弁して。おいおいおい、大丈夫かこれ、なんか折れそうやけどもう動画のため頑張れ頑張れ、耐えろ耐えてくれ。どうしたいんや、こうか。ちょっと頼むぞ。うわあぶね、うわなんかメリメリしてる。まあまあこれは多分両サイドはめ込んだらメリメリやなると思うねんけど、とりあえずこれをね、差し込みます。こちら、いけるんかな、こういう感じやな。うわなんかガバガバやねんけど、あれドルチアンドガッパーネ、ドルチアンドガッパーネ、ドルチアンドガッパーネ、大丈夫。あーこう向きかな、あーそういうこと。うわちょっと待って待って待って、これまあまあむずいな。あーでもインク
お、いいね。まあ、ええわ。一旦これで置いといて、かっちりいきますって。カッチンコで。よし。これさえはめ込んだらもうこっちのもんでしょ。あれ、もう終わる？もうできるんちゃう？さらにこう木やから軽いわ、まだ。全部ガラス組み立てるっていうよりかは、まだマシな気がする。よいしょ。あー、来た。あれ、ちょっとはめ込みが。はまりが甘いような気がするけど。いけとるやろ。ほんでよ、次。次の工程。なんやろ、おいおい。待て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 。何？何や、次一体。これか。この8番9番の板を下に取り付ける。全然意味がわからん。ここが。この、下のところ、さっき余りがあったでしょ？これちょっと見えるかな？マジで申し訳ない。ここに多分はめ込む。8番が横向き。ん？向きはこういう感じでいいんかな？あれ？あら？ちょっと大丈夫？いまいちわからんのやけど、あ、こういう感じか。これポキっていく可能性あるから、しっかり支えといて。で、9番がこっち側。おし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 。ほんでよ、支えつつ、横来た横来た。うーわ、これかなりむずいな。耐えてよ。絶対折れるな。いや、怖いな。ちょっと怖いわ。ちょっとこう引っ掛けときますわ。これで大丈夫。こいつよ、問題は。うれ。こん時重要なんが、逆向きにしたらあかんでっていう話。こっちだと思います。一旦乗せといて、下からね、はめ込んでいく感じ。いけるから、俺やったら。俺は絶対にいける男やから。うわ、ちょっと待て。こんなんね、誰でも作るんです、作れるんですよ。よし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 、来てる来てる来てる。うわ、待って、これマジで、来たやん。本元が。なんか穴開いてない？でけえ！おい！うわ、入れるやん、これ。うわ、しまった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 しまくら千代子。やばいやばいやばい、焦んな焦んな。落ち着いていけ、落ち着いて。ゆっくりやったらいけるから。こう、押し込む感じ。うわ、入った。すげえ。でっけ。うわ、マジででかい。押し、ちょっとネジ締めようか。やばい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 。むちゃめちゃテンション上がってきた。はい、来ました。一番下っ側かな。うん。これは、こう向きでええんやろな。おそらく。ほんで、なんか余計なこと書いてるよな。木のネジとかどうたらって書いてる。電動ドリルの鬼。さすがにやらせていただきます。もう用意してますんで。がっちりね。でもまず、C のダボをつけていかなあかん。こんな木のやつね。木のこういう接着するやつ。接着というか、つなげるやつね。両サイド、上下つけて、ダボをつけたら、もうこれ装着ですわ。いける？いけますか？うわ、っしゃ、いったいったいった。オッケー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 。あ、下が。ちょっと待って。お前、刺さらん、下が。ちょっと、おい。いったかな？多分いったと思うんやけど。ネジ締めたらいけるか。よし、じゃあネジ締めようか。グリッといくでいい。あれ、逆？あれ？閉まらん。あ、いったいったいった。うわ、楽。やっぱり電動ドライバーに限りますわ。こっちとらもう数十年使ってきてますから。おら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 。オッケー、よっしゃ、とりあえずいった。オッケー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 。これもう立ててええんかな。なんか鍵とかどうたらついてるけど、あー、どうしたらいいんや。立てていいかどうかだけ調べたい。一応立てて良さそうやから、一回立ててみようか。どんな感じの高さか。ほら、ちょっと待って。うわ、これ床に傷がごっつい入るぞ。うわ、でっけえ。うわ、これ画面全然映りきってない。だからほんまに人一人が入れます。うん、ちょっと待ってくれ。この組み立てた状態で板取れんのはきつい。
ちゃんとハマって。いった？この板取れられたらマジで困るぞ。大丈夫だよな。オッケー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 。うわ、でもマジででかいわ。やばい。これまた後でね、全体像映しますけど、じゃあ次やっていくんが、ちょっと細かい作業になってくるから、それはちょっと飛ばそうか。うん。北欧がじわじわやっていこうか。あ、でもガラス扉とかどうたらってあげるな。まあまあちょっとこれはおそらく細かい作業になると思いますんで、ちょっとガラス扉を取り付けるところまで一旦飛ばしますかね。はい。うーわ、えぐいって。LED つけられへんやん。やばいって。ちゃんと俺今回なんか別の変わった LED 買ってきたのに、コンセントのやつマジでこんなカッコつけて、なんやこれ、何か分からへんけど買ってきたんや。ちょっと LED つけていきますか。なんか裏にね穴が開いてるんですよ、こんな下の方に。こっからもう LED 通していく感じ。どないして通したらいいの、通るんかそもそも。これは俺の完全なるミスかもしれん。今回の初めて買ったやつ、なんかこんなね先っぽついてたんですけど、もう片方切ります。切らんとなんか入らへんかったし、第一あったところで意味ないですもんね。もう何ケツ側の方にこれもう一個ついてるから、そんなね2個電源取るとこないし、切ります。 OK。 いたてて LED 踏んでもらう。いたたたた、壊れる壊れる。これは言ったでしょ、さすがに。おい、こういうミスもするんで、しっかり学んでいってくださいよ。あ、いった、絶対いった。よっしゃ、うん、見える、通った通った。これはほんまにだいぶテクニック必要です。なんとか LED 通せたからつけていきますわ。あー、一時はどうなるかと思った。ちゃんと皆さん説明書読んでくださいね。こうやって失敗しますんで、あえてね見本見せてますから。全部が全部ね成功しすぎたら、あれ簡単やんこれって思われたら逆に困りますから、こうちょっとやっぱ難しいですよっていうところのね本音も見していかんとあかんから。ちょっと待ってよ、なんでかさっきから LED の粘着力が強いな。まあざっと貼っていこうか。ちょっとぶち込み気味で、裏で余っても全然 OK やから。でもここまで来たらもう楽勝やわ。でもなんか結構やっぱ溝があるから貼りやすい。レールは敷いてあるから。おーおー、ここまで来て、あれ、まあまあ本来やったらここで一旦終わりやと思うねんけど、俺はもう上行っちゃいます。ここ曲がったらブサイクやからね、きっちり行くで。うめっちゃええ感じ、めっちゃええ感じ。そう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 、ちょっと待って、剥がれとるがない。んー、ちょっと斜めってるけど、まあまあまあ十分やわ。こんなもんかな。こっちのレールに合わせてあげる感じ。一気にここまで伸ばして、レールに合ったなと思った瞬間も貼り付けていく、そういう戦法でいってください。よしよしよし、なんとか LED は全部貼れました。で、一応つくかだけ確認しておきましょうか。これつかんかったら怒るで。頼ませて、行ってください。あれ、ちょっと、あ、うわ、あ、うわ、あ、うわ、うわ、すっげえ。ちょっと電気が、電気電気。おい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 、嘘やろ、ものすごい。これちなみに白、めっちゃ綺麗な白です。うわ、今回の LED の白綺麗。うん、まあこれでなんかいろいろ色は変えれるらしいですよ。俺もよう分からんねんけど、どないして色変えんねんこれ。あ、これ来た、これですわ。こういうこと、うわ、めっちゃ綺麗な。今回の LED 尋常じゃない。一旦 LED はつけたということで、扉を
うん、今から取り付けていく前にその下処理をねやっていきます。ついに終盤まで差し掛かってきました。まあまあやったぞ。もうええとこ2時間ぐらいやってんちゃうか。うん、もうそろそろ2時間ぐらいかかりそう。まあ割とね入念に調べて調べた結果がこれですから。でちょっと裏技いきますね。これ相当なあの裏技なんで気をつけてください。すでにもうセッティングしといたこのガラスを上だけ穴にねはめ込むんですよ。そうこういってここちょ危ないね。ここ行きました。ほんでここ見て、見える？下のところのチョボにぐさっとはめ込む。ぐっさりね。よし。でそん時にここのネジがねまだ後ろっ側止まってないから、ガラスとこの黒のチョボをグッと止めてあげないか。こういう感じで。オッケー。こういう感じね。ほんでもう完成ですわ。うん。こんな感じ。プッシュで開けれるみたいな。で、あとここに鍵つけるところがあるんですよ。穴が見えるかな。これをほんなら、一応ねつけていきます。ここ見える？こうプレートつけました。ほんでこの鍵くんをかましてあげると。よし、閉めるぞ。よし、いった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 。鍵がついてるんですわこれ。ほんでこれ混ぜてみる。グリッといくで。これ閉まった？多分これ閉まりました。開かへんわ。全然開かへん。ビクともしません。これが鍵の威力。はい、一応ねガラスケースの扉の設置も上下終わりました。まあざっとこんな感じで、ちょっと細部見ていきましょうか。ちょっとこの辺はしょったんでね、こういう感じでプッシュっていうところをつけましたと。で、両端はこんな感じかな。まあガラスケースの扉系やったらよくある部品かな。でここに鍵がついてますと。ええ感じやで、マジで。ほんなら今からね最終工程の棚板をねぶち込んでいきます。棚板乗せるのにこの棚受けをつけていかないとダメなんですけど、これがすげえ。このね手前がこうガラスをね支えてくれるようになってるんですよ。で奥側はほんま普通のやつ、よくある感じのダボ。え、これすごくない？で棚板なんですけど、もともと3枚3枚6枚入ってんのかな。だからここに3枚設置して4段作れて、下も4段作れますよっていう仕様なんですけど、4段も作ってもうたらフィギュアさすがに入らないんで、国王のこのガラスケースは一応3段3段の22の4枚しか使わんっていう予定でいこうかと思ってます。まあちょっと適当に棚受けつけていこうかな。棚受けねつけましたんで、早速ガラス入れていきましょうか。うん、気ぃつけてね。絶対手袋して触ってください。うわ、これちゃんとつくかな。どう入んの。おお、意外に入るぞ。おーおーおお、うーわすげえ。マジですげえ。これ感動。よし、もう一枚入れよう。ガラスが結構キチキチや。だいぶ斜め目に入れた方がいいかもしれん。あれ、そう、待て待て待て。オッケー。ほんで、あの手前がさっきクッてなってたでしょ。落ちん。全然ビクともせん。すげえ。ちょっとガラスケースのなんか配置だいぶやばいな。なんか下だけごっつね。まあまあええわ、後で変えますんでね。ほんならとりあえず下も、棚板つけて完成図をね最後に撮っていきます。はい、いかがでしょうか。完成した。やっとや。あー、なかなか頑張ったぞ。まあでもね、正直思ったより難しくなかった。もう開けた手やったらなんやこのパーツってなるけど、冷静にね一個一個やっていったら思いのほか簡単でした。あと
まああんまりこういうこと言ったらあかんのやと思うんですけど、そんなに重くなかった。まあ人によっては絶対ね、女性とかやったら重いと思う。うん、俺は力あるぞっていう人からしたら全くしんどくはなかった。まあでも説明書にね、2人以上で組み立ててくださいって書いてる以上は絶対に誰かに手伝ってもらうっていう形でやってください。もし下敷きになってもらったら死んでまいますからね。うん、まあけど全然一人でできんことないぐらいの感じでございました。うわちょっとやっば、いやいやいや、こっちもあるんですって。2つやん、でかいのが2つ。うわー進化したな。まあこのフィギュアケースなんですけど、専用のなんか背面ミラーとかどうたらみたいなんで、なんか部品みたいなんがね、いっぱい売ってるみたいなんで、もし買ったよっていう方はね、それをまた追加してみてもいいですし、まあ、そういうこともねドソンとねできちゃいますんで、めちゃくちゃいいフィギュアケース。まあ正直ね、作ってフィギュアも何も入れてないし1日も経ってないんで、なんかこれがすごいとかこれがあかんかったとかっていうのもね、答えられない状況なんで、また1ヶ月2ヶ月ぐらい使ってみて、ここがあかんかった、ここが良かったみたいなね、そういうレビューの方もね、やっていきたいなと思っております。よっしゃー、今からこの撮影終わったら次は入れていくぞ。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。